今回は、A メディアがヤリスクロスを絶賛した話題についてお届けします。トヨタヤリスを SUV 化したヤリスクロスは、2020年8月の発売以来、好調なセールスを記録し続けています。現在は新型の発売を9月に控え、国外でも期待が高まっています。完成間近のプロトタイプに試乗したイギリス各紙は、トヨタの長年の技術を投じた信頼のおける車だと評価しています。ヤリスクロスは、ヤリスと同じく TNGA-B プラットフォームを採用しています。イギリスオートエクスプレス紙は、トヨタのモジュール式の自動車アーキテクチャーと紹介し、落ちこぼれだった普通のヤリスを、フォード、フィエスタのライバルへと変えたプラットフォームだと評しています。TNGA は、車種を超えて規格を共通化するモジュール化の推進役を担う存在となっています。TNGA プラットフォームの採用により、新型ヤリスクロスはコンパクト SUV としては、特筆すべきボディコントロール性能を獲得したと同紙は評価しています。適度な重みのあるステアリングは、意のままに曲がることができ、乗り心地についてもあらゆるシーンで満足できるレベルだといいます。ヤリスクロスには以前からトヨタの技術が惜しみなく投入されており、ある意味で成功は必然であり、兄弟車のヤリスは2021年の欧州カーオブザイヤーを受賞しています。A3 氏は、他にも RAV4 で30年近く蓄積した 4WD の開発ノウハウや、25年ほど取り組んでいるプリウスのハイブリッド技術など、トヨタの長年の経験がヤリスクロスには投じられていると分析しています。小さなラブフォのように小型でがっしり、自己充電式で外部充電はなし、スマホと接続できて、運転も駐車も簡単、そして確かなトヨタの製造品質。きっと成功を収めるに違いない、と同氏は述べ、現行モデルに続いて新型の人気も手堅いだろうと予測しています。国内ではガソリンモデルを併売するヤリスクロスですが、欧州ではハイブリッドモデルのみの販売となります。環境に対する意識の高さなどから、燃費の良いハイブリッドのニーズは強いようで、オートエクスプレス紙は、購買のトレンドからして、ハイブリッドのみを用意するパワートレインは納得がいく、と捉えています。新型は最新の第4世代ハイブリッドパワートレインを搭載しており、Aカー紙は、ハイブリッドのドライブトレインが真の経済性をもたらす、と評価し、ヤリスクロスは第4世代のハイブリッドドライブトレインにより、驚きと喜びを与える能力を備えている、と述べています。テストドライブでは、1.5L 3気筒エンジンがスムーズでストレスなく動き、ECVT のトランスミッション及びモーターと美しく調和していたといいます。同紙は新型ヤリスクロスを身のある1台だと見ており、近年かなり多くの小型ファミリーカーが売りにしている、SUV に似せた取るに足らない要素のことは忘れよう。本社こそが利口で優秀なオールラウンダーなのだから、と総括しています。新型ヤリスクロスは、今週登場予定です。イギリスでは5つのグレードを用意し、基本価格は22,515ポンド、約344万円、から35,545ポンド、約467万円、となります。基本的な装備を網羅するエントリーモデル、アイコン、に加え、1つ上位の、デザイン、は LED ヘッドライトなどでアクティブなデザインとなっています。エクセルはダークグレーのアロイホイールが街中での存在感を引き立て、デザイン性と快適さを追求し、さらに上位のダイナミックプレミアエディションもラインラップされています。イギリスでは現在予約販売中で、納車時期は9月以降を予定しています。